皆さんこんにちは、アムトランスチャンネルです。本日は音の伝道師エピソード3、オーディオに関するエンジニアリング技術についてのお話パート1をお話しいたします。草薙社長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずアムトランスはユニークかつ究極的な製品開発を目標にしていますが、開発主体の企業としては何を目指しているのでしょうか。はい、まず開発対象物の原理原則を考え、本質を追求することにしています。世間の人気や販売より何が重要かということを考えます。次に目的が非常に大事です。時間を最小限にして目的に達したいというふうに考えています。で、開発行為においては好奇心だとか探究心、謙虚さ、多様性が重要ですけど、それと同時に努力の積み重ねも非常に重要になってきます。以上を理解した上で、オーディオに関して何が基本となるか、オーディオの原理原則とは何だろうということを考えています。そうすると、オーディオ機器はトランスデューサーとして考えていいのではないかと思います。トランスデューサー、変換器ですけど、そうすると変換器として 大事なものはトランスペアレンシー、前回もお話ししましたけど、トランスペアレンシー、透過性ということは非常に重要だということが分かってきます。何も引いたり何も足さないこと、これがトランスデューサーとしての一番の役割です。一方、オーディオのハードウェアということを考えますと、すべからく振動の産物であるということが分かります。振動の産物とはどういうことでしょうか。オーディオは振動を信号に変換し、それを増幅したり減衰させたり、最後にまた振動に変換します。入ってきた振動と出力された振動は非常に似ているんですが、大きな違いがあります。これがオーディオの限界なんです。一方、オーディオ機器とか部品は振動を起こしたり受けたり抑制したり解き放ったり、こういう動作をいたします。そう考えた時に、実は真空管というものは一番振動に弱い部品であるということがわかります。昔ウェスタンエレクトリックは映画館用のアンプリファイアをいろいろ作りましたけど、そのアンプの中で一番感度の高い真空管のソケットはフローティング構造として設定されてました。例えばグリッドにつながる真空管ソケットのピンに部品をつけたとします。スピーカーの音圧を受けて、その部品が振動するわけです。振動すると、その振動がピンを伝ってグリッドワイヤーに行きます。そのグリッドはもともと入ってきた信号に対して振動を受けたおかげで、グリッドワイヤーそのものがどんどん振動するわけです。そうすると信号が変調されて出力されるということになります。これが真空管の音が一般に柔らかいと言われている要因の一つかもしれません。オーディオ機器を変換器、トランスデューサーと考えたとき、分かりやすいものとしては何がありますか？そうですね、分かりやすいものとしてはマイクロフォンとスピーカーがあります。マイクロフォンは空気振動を受けて振動板プラスボイスコイル、それと磁石だとかヨークだとかフレームなどの固定極と呼ばれるものから構成されます。一方、スピーカーは空気振動を起こす振動板、コーンですね、それとボイスコイル、それと磁石とか中に入っているヨークだとかフレームなどの固定極から構成されています。ダイナミック型と呼ばれるマイクロフォンとかスピーカーは同じ構造ですけど、動作が逆になります。マイクロフォンと
スピーカーは振動板と固定極の2つの要素から構成されていることがわかります。固定極は原則としては動いてはいけないものです。したがってマイクロ音とスピーカーのダイナミックレンジ、音の小さい大きいの比ですね。これは基本的に振動板の重さと固定極の重さの比で決まります。つまり振動板はできるだけ軽く作り、固定極はできるだけ重く頑丈に作る必要があるということで理解できると思います。振動板は空気振動に忠実に動き、余計な振動を誘発しないことが重要です。固定極は振動板の振動の影響を極力受けずに動かないようにリジドに作ることが重要になります。これらをまとめますと、固定極という動いてはいけないものと動くもの、スピーカーの高音だとかマイクロの振動板のこの重さの対比が非常に重要になってきます。これがトランスデューサーとしての大きな役割というか大事な要素になります。ということで今回は動くものと動かないものの対比が重要であるというところで話を終わらせたいと思います。次回はカートリッジも実は同じ構造です。針が動くところ、あと中側にある磁石が動かないところ、でこれ全体を固定極としますと動く針と動かない固定極の対比が非常に重要であるということを改めて次回お話をいたします。ありがとうございました。